これはね、ひねどりだよ。なんか向こうの方歪んで見えません？暑くて蜃気楼みたいに気のせいかな。北海道ね、はい、道がゆらゆらしてたよしてましたか、うん、なんか道裏でしたか。してた。この辺やったかな。ここちゃんと小劇場やってますね。構成小劇場ってことね、うん、うんうん、やってるやってる。彩りそば。ここのクラブ。はあはあ、あ、これクラブなんですか。この中にクラブ入ってる、ね。はい。クラブに、ライナーズのスタッフの皆さんと飲みに来たことがある。うん、それ大丈夫なやつですか。大丈夫なんですか。コロナ前だし。行くでしょ、そりゃ。うんうん。伏せなんやとは思ったけど。やっぱり昼間だとガランとしてるね。そうですね、夜の街ですからね。あ、あれかな、あったあった、はい、うちの母親にはこの辺来たらあかんって言われてたね、子供って。ああ、言われてましたね。なんてこの辺の、ゴミが落ちてる感じ。クズ独特じゃない。ああ、そうですね、こう、なんていうかな、カラスがつついてそうな感じ。いや、まあ、それも吸い殻とかさ。うん、今時吸い殻落ちてる価値あるかって思う。あ、つきました、そんな中に颯爽と。はい、颯爽と。お、限定ありますよ。え、何これ。彩りそば、キューベですよ。貝そばとホワイトコーンスープの冷製貝そばと、ホワイトコーンスープの冷製そばとか。うわー、美味そう。どっちがいい。迷いますね。いいですね、これ。貝好き、貝好きやったら貝も好きですし、普通のも好きですし、ノーマルもちょっと捨てがたいな。そうそうそう、はい、季節限定やから、これは食べざるを得ないぜ。そうですね、これは食べよう。じゃあ行きましょうか、はい、トッピングで、はい、油かすってどうなんやろ。合わないと思うんですよ、塩そばには合わないと思う。じゃあ何しようかな。じゃあ肉増しで。肉増しで、はい、はい。あと、そうやな、この間餃子食べたからな。今日あれやな、サイドメニューかね、メンマと三種盛りしかないんですよ、ね。あ、なるほど。ネギメンマはあるんすか。あります、はい。じゃあネギメンマで。ネギメンマ、はい。以上でよろしいですか。はい、はい。覚えられてた。覚えられてた。覚えられてた。やったよ。これがすごい。めっちゃ書いてますよ。動画撮ってはったから、多分。あ、すいません。大変さ。いい。大変さ。めっちゃアサリ生きてる。生きアサリや。あとガライでございます。ありがとうございます。ガライで。コロナになる前までめっちゃ お行儀よく全部許可取って、あの全部こうなん綺麗にやってたんですけど、はい、あ、もういいやと。黙ってやろう。知らんわけでもないし、黙ってやろう。な。Yes。もう疲れてんな、生きていくのに。金もんだったらそれでええねんな。あ、でもネギ麺もめっちゃ楽しみ。いいですね、ネギ麺も。ネギ麺も超楽しみ。メンマの上にネギが乗ってる。メンマの上にネギが乗ってる、そのまんま。そうそう、ネギ麺も。メンマも今娘だ。食べましょう。これメンマに目がないんです。うん。ああ。美味しい。美味しい。美味しい。行きます。行きます。北海道で食べたメンマとは違う。よかった。ちょうどいい味付けです。ちょうどいい味付けや。もうええ感じや。うん。結局こういうのが食べたいです、うん、今日やったんかった。これこれこれ食べたかったけど、食べたかったけど
なかった。やってなかった。インスタのストーリーで今日はないって書いてたわ。ちゃんと見てない。ちゃんと見てない。ちゃんと見てない俺ら。残念ながらね。めっちゃコーンポタージュの口になってた。そうほんまや。海塩そば美味しかったやろ。美味しかったですね。僕塩そば肉まし美味しかったよ。キューベに食いなし。キューベに食いなし。いや本当。まあでも楽しみがなんかね、うん、木金土の提供って書いたけど今週は、はいはい、どうやられるね、あの出過ぎて仕入れ足らんようになったみたいな勢いみたいね。1日15食ですしそも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 ね、いや本当大変、うん、まあ、金曜日が確実らしいですよ。金曜日は確実ね、そんなこと言ったら金曜日にみんな集中しちゃう。ああ、私たちだけが行くっていう、はい、それメディアとしてどうよそれ本当に美味しい店教えへんねみたいな。まあね、まあね、俺こんなもんじゃ記事で書いてるもんねこんなもんじゃ書いてないから、はい、頑張りましょう、はい、頑張りましょう。今日は大ちゃんと近くの朝日のところ日の出に来てます。ちなみにこれは、サービスランチ500円でご飯とカツが焼き代わりで何かメニューは毎回変わってます。これで500円めちゃめちゃ安い、めちゃめちゃ安い。大ちゃん2回目、はい、ここが2回目ご飯に先に肉ご飯食べたのちょくちょく来たりしてます。アルバイトの大ちゃんと今日は一緒です、はい、で、あの事務所から多分一番近いそうですね、ご飯屋さん2分ぐらい、そうや、徒歩2分ぐらいちなみに事務所はこの先すぐ、あそこは直東製作所さんのすぐです一番近いところです。そうですこれ買いたなるな。なんか孫におもちゃ買い与えるジジババの気持ちがちょっと分かってきたわ。あ、これ買いたなるな。あ、これは買いたなるな。ちょっとでもちょっと高いな。すごいな。これうわすごいな。ベビザラスってやばいな。金使いまくるでこんな。ミキハウスさすが高いな。確か畳屋さんの奥さんが働いてるとこですよ。そうですね。これあるんですけど微妙に全部ちゃうんですよ。あ、ほんまや。なんかクマっぽいのはあるけど、うん、微妙に全部違う。全部違うな。何探してるかっていうと白いクマの耳ついた帽子なんですけど、うん、三四郎がめちゃくそ似合ってたんですよ。似合ったね。めっちゃ似合ってて、これ可愛いわ、最高やわって思ってたの。どっかあってもらって、まあ、行き帰りで落とすよね。そうそう、落としちゃって結構ショックやったんで、同じものがあるんじゃないかなと思って。別のベビーザラスなんで。あ、別のベビーザラス買ったの。どこのベビーザラス？それがね、あんまり覚えてないんですよ、ね。どういうこっちゃ？似てるのはいっぱいある、うん。似てるのはいっぱいあった。ズバリなのはないっていう。あ、なんかぽいぽい。そう、ぽい。ぽいぽい。あ、でも青か。ちょっと違うね。青か、ちょっと違うな。惜しいな。惜しい。ベビザラスにスタジオアリスってそんなもん。これも惜しいぞ。こんな感じやねんけど。あ、はいはいはい。めっちゃクマじゃないですか。うん。ちょっとクマやな。ちょっと。ウサギではないクマぐらいの。ああはあはあ。こんなは1000円ぐらいで安くで売ってるんですけど。うん。プラス500円ぐらいでしたら結構可愛いのが買えるんで。はあ。畳屋さんに聞く？そうそう、畳屋さんにね、行かないと思う。多分畳屋さんには借金してはらないんですよ。なるほど。おお、惜しいね。惜しいですね。
結構、猫と見せかけてちょっとリボンついてる。ああ、そうやな。この辺、この辺、あ、違うか。こういうの、これ前に行った時、これと悩んだんです。ああ、なるほど、うん、それ買ってったら可愛いんですけどね。あ、ちょっとまあまあするな。そうだよ、案外こう、なちょっと違うのが似合ったりする、そうそうそう、するからさ。確かに、そうよね。あ、うわ、さすが、めっちゃするな、これ。これは誕生プレゼントぐらい。そうやな、これは気軽に買えなくてびっくりしました、ね、うん、気軽に買えない。そうですね、麦わら帽子ですよ、今の季節。そうだよ、クマにこだわる必要はないよ、それはすっぱり諦めてさ、可愛かったけどさ、これから成長するんだし、かぶれなくなる日が来るんだから。そう、かぶれなくなる日が来るんだからさ。うん、あら、諦めちゃうんですか。わかりました。いえいえ、また来ましょう。とりあえずブシャブシャかっただけなので、はい、自分の気持ちを、あ、なるほど、諦めさせたかったわけです。あの、若い岩田から東花園の、路上で、あの1歳児がかぶるような白い熊の帽子、熊耳の帽子、はい、はい、見かけた方はご一報。最近頑張った前田、自分にご褒美です。塩さんに来たよ。楽しみ楽しみ。これはね、ひねどりだよ。カバもね、カバもね、カバつくねはなんか鉄板な気がするよね。今日はこれで締めて帰ります。焼き鳥丼だ。ほら、美味しそう。千代さんの唐揚げ何やろ。桃唐揚げか。なんか下に入ってる、これ何やろ。下になんか入ってんの、うん、あ、ありがとう、紙やった。大きい。いただきます。うわ、三四郎が餃子食べちゃった。いただきます。